はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第192回でございます。で、今回テーマが先を考えてしまう5月っていうテーマです。で、下が45分50分と教える、怒る、叱るっていうね。なまった叱るでね。で、咳ごめんってそこ書いてあるんですけど、まあずっと言ってるけどさ、あのですね、夜、まあ昼もそうなんですけど、じゃあ帰還支援らしくって、俺。そう。で、なんかね、咳が止まらないんだよ。そう。だから、 結構頑張って声が、と咳我慢して喋るんですけど、まあ、ごほごほしたら、あまりにもひどかったらね、こう、なんだろう、NG にして取り直すんですけど、もうちょっと、うん、咳き込んだらごめんね。<laughs> ちょっと聞き苦しいかもしれないんだけど、まあ、喋っていくんでね、よかったらお付き合いください。で、えー、まあ、5月一発目なんですよ、このダラダラジオが。で、大体こう、5月のポイントなんて喋るんですけど、もう5月のポイントって言われたら、もうほぼほぼね、<laughs> 学生のみんなだったら、 初めてのテストが大体あるんですよ。中間期末、まあ、中間だね。中間テスト、中間交差が大体5月に行われるので、まあ、そこが大事だという話をされるのは目に見えてると思うんです。だから、そこはもうちょっとサクッといきます。そう、まあ、その、まあ今言ったように、初めての定期テストがありますで初めての定期テストってすごく大事で、なんで大事かっていうと、今の、まあそのメンバーね、その日まあ学年何人いるか分かんないけど、 その何人かその100人200人わかんないけどその中でだいたい自分がこの辺っていうランクがつくわけですよ10位が出てくるわけだからで人っていうのはやっぱり思い込みができるまあ思い込むね生き物なので200人いてじゃあ110位取ったらあ俺って私ってそのぐらいの人なんだと思い込むとそっから動けなくなるんだよねで下には落ちるんで上には上がりにくいっていうこれ不思議な現象が起きます だから最初のテストっていうのはまあ勉強の仕方がわからないっていう子もたくさんいるよもちろんまあもちろん中二中三とか高二高三の場合は前の学年でね一回経験してるからそこまで苦しまないかもしれないですけどでもやっぱり自分のその定位置というか位置をはっきりね見せられる時なのでうんこうしや,やってほしいなとまあ乗り,こ乗り越えてほしいじゃないんだろう戦いに挑んでほしいというかで中二中三とかさっき言った高二高三の子っていうのは 去年から順位が出てるからさ、いやもう別にあんま変わんねえでしょうって思うかもしれないんですけど、学年が変わったときって、まあ、みんなもそうだと思うけどさ、こういろんなストレスがかかってるの。クラスが変わったりとか、環境変わってね。で、ストレスがかか,、えっと、か,かってるときって、みんな同じなんで、基本的には。結構ね、良かった子はこけたりする機会でもあるのね。だからなん、なんていうのかな、ひっくり返すチャンスというか、上がるチャンスでもあるの。そう。 結構生活リズムが崩れたりとかこのゴールデンウィークが挟むからね挟んでるから生活リズムが狂ったりしてるので結構そこをがっつりグッてこうちょっと頑張っていこうっつってテスト本気で勉強をやってったらそうあのね順位が上げやすいとことも言われてるのでうん是非ねこう、まあ、去年も自分をちょっと変えていきたいとかもっと上に上がっていきたいっていう人もチャンスだからねここでグッと一発かましてもらえると嬉しいですね。 で、まあ、そんなのがポイントなんですよ一番はねでそれと、えっと、勉強面ではないとこになるんですがそれが先を考えてしまう5月っていうところでまあみんな5月病っていう言葉聞いたことあると思うんですよでまあ今は何かお医者さんにしては4月病とか6月病なんて言葉もあるらしいんですけどで5月病ってねまあ別に5月病の話をしたいわけじゃないんですけど5月っていうのは先を考えちゃうんですどういうことかっていうと 4月っていうのはさっきも言った環境が変わったばっかなんで必死なんですよそこに対応するのにだから一生懸命で気づいたら終わるの4月っていやつ辛かったりとか苦しかったりすることもいつもで終わってるとうわ4月終わったみたいなで5月ちょっと環境が整っては落ち着いて適応して落ち着いてくるからいろんなものが見えてくるそうすると先がね考えるようになるんですよ 4月は今を生きるのに必死だったんだけど5月って先を考えるようになってくるでそれっていいことなんだよもちろん必要なことだし未来っていうのはね <laughs> でもこのね5月っていうその苦しかった4月を乗り越えたというかそれを過ぎ去った後の5月に考えるんでネガティブになるんだよねでそうするとこう未来がねすごい暗いものにか思えてくるというか ううわもうどうせダメだわってもうこの苦しいのが1年間続くのかとか何年も続くのかとかああやだなもう生きてたくないなみたいな本当にそこまで落ちるの落ちる人はねでこれは社会人もそうなんだよね特に社会人1年目の人うん初めてね社会に出て仕事してる人もそうなんですけどで学生のみんなもそうでだからこれをね今回伝えたかったのはそういう時期なんだっていうことをまず把握しといてほしい 考えやすい。で考えるときにネガティブになりやすいから、5月っていうのは。で、対処法、まあね、医者じゃないからさ、これっていう対処法はないんだけど、個人的に思ってることは、まず、ネガティブに考えすぎてるよ、自分っていうことを認識する。それだけでネガティブちょっと止まるから。ポジティブに考えなきゃいけないって、そこまで持っていかなくていいよ。そこまでのエネルギー使わなくていいから、ネガティブに考えちゃう時期なんだよね。ちょっと今はしょうがないのかな、みたいな。割り切る感じになるといい。 で、あとはさっきのテストなんだよねテストっていうのはどうしてもやってくるじゃないですか逃れられないからみんなは、ね、テストは絶対やってくるからさで、まあ、テストがねもうどうでもいいと本当にもうテストの得意なの方がどうでもいいですから俺全然気にしないんでっていうのはいいよその人はいいよ別にいいんですけどどんなに勉強とかどうでもいいしやりたくないしって思ってる人も気にするから順位っていうのはでやっぱりうまくいかないテストが テストの順位、得点がうまくいかないと、ネガティブに拍車がかかるんだよね。なので、テストっていうのは、自分のいい方のスイッチに入れるとか、悪い方のスイッチに入れる一個のきっかけになるんで、そのためにも、ちょっと頑張ってほしいなってのが思います。で、そのね、その、俺が最初のテスト大事だよ、大事だよって言っちゃうから、その分、失敗した時に、ああ、もうダメだ、みたいな、思っちゃうかもしんないんだけど、この最初のテストっていうのは、 もちろん結果も大事です。結果も大事なんだけど、自分が例えば計画を立てる、こうやってやってこう、これだけ毎日やってこうみたいな、立てたときに、それをしっかりこなせるかどうかっていうところ、過程の部分も大事にしてください、ここは。だから、すげえサボっちゃってで、得点が伸びなかったっていうのは反省しなきゃいけない、それはね。でも、自分が計画を立てて、それをちゃんとやったって。 辛かったあの時サボりたかったんだけどグッと我慢して勉強してやってったでもうまく点数が伸びなかったっていうことであったらその決めたことを頑張れたら自分は褒めてやるべきだと思う本当に5月っていうのはネガティブダメージを負いやすいのでそこを自分の精神的フォローはねちゃんとしてあげてほしいで辛かったら誰かを頼るね新しいクラスが馴染めないクラスが好きじゃない先生が好きじゃないって場合は自分頼ってもらっても構わないしね先輩とか ね、まあ友達わかんないけど頼れる友達がいれば頼ってもいいと思うしそうあんまり一人で抱えない方がいい5月はねていうのは思いますそうあとはねとにかく楽しむことメリハリが大事で勉強勉強塾塾とかね部活部活だけじなくても,もちろんいいんだけどそれが楽しいことだったらいいよ勉強が楽しい部活が超楽しいって言ったらいいんだけどそうじゃなくて部活とか勉強とかしんどいなつらいなって思いながらやってる人っていうのは 楽しいいい時間をちゃゃんんと確保するそれは1人でもいいじゃん俺なんてもう友達全然いないからさ一人で例えば、ね、音楽聴いたりとかゲームしたりとかもう全然それでいいと思うんだけどそういう楽しいリフレッシュする時間と頑張る時間っていうメリハリ両方ちゃんと作るっていうのをやっていくといいです5月はねもう何度もしつこいけどさ本当にネガティブなダメージを負うからそこをちょっと把握しておいてほしいなと思ってね今回これを喋りました あの5月が終わった時6月に入った時になんかこう4月ねのエネルギッシュだった自分からもう打って変わってすごいどんよいになっちゃってるっていうそういう人がね一人でも減ってくれたらいいなと思ってますんでもしよかったらね頭の片隅にでも置いといてくださいではでは下行きましょうかでとまず45分と50分なんだけど あのまあ、使ってくれてる方いるかもしれないんですが一緒に勉強しようシリーズっていうのを自分は撮っていて今15分、えー、30分60分90分かの4つがあるんですけどで本当は毎年撮り直そうと思ってで15分は今年ね新しく初めて撮,撮ったんですけど、まあ、306090を撮り直そうと思ってたんですが、まあ、いろんな人からこう話を聞いてまあ パターンが多い方がさ、同じ30分でも何個かあった方が、自分の気分によって、まあ、モチベーション上がりますって言ってくれる人もいるんですけど、やっぱりそれよりも、なんか違う時間のバリエーションを増やした方がいいのかな、とちょっと思っていて。で、この前、ツイキャスやった時にそのある、ある子がね、45分とか50分、まあ、学校の授業とか学校のテストの時間とか、まあ塾、えっと、あれだ、模試とか、 えと入試の時のテストの時間とかが4550分が結構あったりするのでその時間で1個取ってほしいですって言ってもらったの、ね、で今までその時間まだ取ってないからでそれを、えー、と5月中に取りたいなと、まあ、ちょっと取、まあ、りたいのらめね取りますその2つは取、うん、ってアップするっていう形にしますで余裕ができてきたら <coughs> ごめん、ね、同じ時間のやつを取ってい、ね、こうかなとは思ってるんですけどひとまずその2つを取るのが5月1個、まあ、俺の目標というか取るよっていうまあ告知ですね でもう一個下のやつが教えるこれはこの前それもツイキャスの時ツイキャスじゃねえかえっとツイッターの方かでえっとね塾講師やってる大学生の方だったかなでありがたいことに自分まあこの活動ねもうちょっとで丸5年になるんですけどこの YouTube の活動があの塾なんだろ学校の先生か目指してる人とかも結構見てくれてたりとかですげえ嬉しいのは自分をね まあ自分のこう受験勉強とかで使ってくれてて、自分を見て、自分、あの、その人も教師目指そうと思ったんですなんて言ってくれる人もたまにいるんですよ。で、もうそれはね、涙が出るほど嬉しいんですけど。で、今回も、その、まあ、塾でね、塾講師やってる大学生、まあ、教員目指してる方が、えっ、ー、と、それについてちょっと悩んでると、その怒る叱るの部分なんですけど、で、悩んでるっておっしゃってたので、で、この前、ちょっと撮りましたけど、あの、顔出しというか、まあ、実写、ホワイトボードを使って、 それについて今度動画を撮っていきますちょっとこれ今週俺この喉がこんな感じなんでちょっと今週撮れるか分かんないんですけどまあ5月中にまあ今週来週まあ来週までにはね5月の20日までには必ず撮るようにしますでこれはですねなんでここで告知したかっていうと、まあ、大学生とか関係ないじゃんって思うかもしんないんだけどあの教えるっていう行為っていうのは俺は人が生きる上ですごく大事な行為だと思っていて で学生のみんなも使うときあるんだよ。勉強を教える。あとは部活だよねそう。教えるっていう。で、教えるって難しいんだよね、結構。そう。で、まあ、教える上でのポイント、あとは怒ると叱るのポイントですね。それをまあ自分が思ってることを近いうちに取ろうと思ってるので、学生のうちにはちょっと、いや、よくわかんないっすってなるかもしんないけど、でも見てもらったら何か得るものがあるかもしれない。そういう動画にしようって頑張って撮るからさ。 もしよかったらね、その辺も見てもらえたら嬉しいです。はい、といった感じでございます。で、あと、まあちょっと先ですけど、俺、6月1日が動画投稿記念日なんですよ。で、6月次の6月1日で、丸5周、5年ですね、5周年になるので、なんかそこね、何かしたいなと思ってるんですけど、全然アイデアがなくって、なんか、アイデアあったらコメントでください。そうごめん、あの採用するか分かんないけど、もし何かあったら、あの、メールでもね、ツイッターでも。 あのコメント欄でも構わないんで5周年なんかこんなんどうですかみたいな言ってくれると助かりますちょっとおっちゃんねアイデアがちょっと出てこなくて最近そうよろしくお願いしますでは今回はハイチのダラダラジオ第192回「先を考えてしまう5月」というテーマで喋らせていただきました、えー、ちょっとねほんと声こんなんだしあ咳込んじゃったんだけど最後まで聞いてくれてありがとうございましたで次回5月とどこ14日かは なんでしょうかちょっと決めてない。<laughs> ごめん。<laughs> 決めてないんですけど、またね、なんか喋っていきますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。